命を落とす？ああ、実際にあった4つの事故を今から紹介するぞ。ブラックワールド。うわあ、どうしよう、次の YouTube 企画が何も思いつかない。夏樹、うるさいぞ、もう少し静かに考えてくれ。だって本当にどうしたらいいか何もわかんないんだもん。仕方ないな、俺も手伝ってやるから。ありがとう光一。光一はいつも私の YouTuber 活動を陰で支えてくれる頼れる存在だよ。まあ俺がしていることは主に動画の編集やこうした企画を一緒に考えることぐらいだけどな。夏樹には立派な YouTuber になってほしいからさ。うんうん、私頑張るね。それで私が考えてきた企画なんだけど。何も思いつかなかったんじゃなかったのか。やっぱり視聴者があっと驚くようなインパクトのあるものがいいんじゃないかと思ってさ、今度はちょっと過激なのをやろうと思うの。え、それはちょっとやめておいた方がいいんじゃないか。なんでよ。過去にもいたんだよ、そうやって無謀な動画にチャレンジして命を落とした人たちが。命を落とす？うん、実際にあった4つの事故を今から紹介するぞ。事故丸1、23歳の中国人インフルエンサーの転落死。この人は中国のインフルエンサーシャオ・チュメイさん。彼女はクレーンのオペレーターとして働く一方、10万人のフォロワーを持つインフルエンサーでもあったんだ。10万人、すごい。事故当日、彼女は仕事の様子をライブ配信していたそうだ。事故の前にはクレーンのキャビンらしき場所で彼女が微笑んだりダンスしている様子が映されていた。動画撮影に夢中だったのかしら、危ないわね。しかし突如、建物の鉄骨のようなものの間を高速ですり抜けていく不明瞭な光景が流れ、ライブは終了した。彼女は地上約50メートルの高さから転落していたそうだ。そんな、50メートルなんてひとたまりもないじゃない。事故丸2、命綱なしのパフォーマンスで転落死。この人は中国のルーフトッパー、ボン・ヨンニンさん。当時26歳で中国版ツイッターに60万人以上のフォロワーを持つパフォーマーだったんだ。ちょっと待って、ルーフトッパーって？ルーフトッパーは高層ビルで危険なパフォーマンスをして、その動画の再生回数で収入を得る人たちのことだよ。彼は病気の母の治療費を稼ぐためにルーフトッパーをやっていたんだ。偉い、親孝行ね。どうだろう。結局ボンさんは62階建てのビルの屋上で懸垂をしようとして戻ろうとした時にうまくいかず転落してしまった。こんな危険なことをして命を落としてしまったら残されたお母さんがかわいそうだと俺は思うな。事故丸3、閉山期間中の富士山に登ったニコ生配信者。この人はニコニコ生放送の配信者テツさん。彼は軽装で閉山期間中の10月28日に富士山に登って、その様子を動画配信していたんだ。無茶にも程がある。彼の手は寒さでかじかみ余裕もなかったようだが、次第に足元もぼつかなくなった。斜度が30度くらいある。とこぼした彼だったが、雪で埋まった斜面に踏み出した時に足を滑らせてそのまま滑落してしまったんだ。動画を見ていた人はなんて？山頂付近の壮大な眺めが映し出された時には足元に雲海が広がり青空も見えて、すげえこの景色とコメントが寄せられてたみたいだ。視聴者が見たかったものはきっと見せられてたんじゃないかな。でもそれと引き換えに命を落としてしまったら元も子もないよな。事故丸4、おにぎり一口チャレンジで窒息死。この人は YouTuber のソラさん。彼女はもともとシンガーを目指していたみたいで、歌は相当うまかったらしい。同じ YouTuber として親近感が湧くわ。彼女には息子さんがいて、一緒にバンドを組んで活動もしていたみたいだ。旦那とは当の昔に離婚していて、息子さんと2人で生活していた。だから苦悩も多かったようだね。ご飯を食べては吐いての繰り返し、ガリガリに痩せ細っていたそうだ。大変な境遇だったのね。そんな中、ある日彼女は大きな赤飯おにぎりを一口で食べるという配信をして、赤飯を喉に詰まらせてしまったんだ。意識を失って口から泡を吹き出した彼女を見た視聴者が救急隊員を呼んだが、彼女は助からなかったらしい。残された息子さんのことを思うと悲しいわね。どうだ夏樹、ここまでいろんな事故を見たら危ないことをする気は失せただろ。そうね、何事もやりすぎには注意ね。動画の再生回数なんかより命の方がよっぽど大事。ふぅ、やっと外に出れたぜ。ネギゲってね。うつけり、お前ら先に出てたのかよ。
お前が一番目つけられてたからね。今からどうする？そうだな、とりあえず次の計画でも練るか。あー、次はどんな面白いことするかな。署から出てきたばっかりなのに全く反省してねえよな。そりゃそうだろ、今楽しいことしないでどうするんだよ。出た、お前の少年法理論。同じ犯罪を犯しても少年法に守られてれば反省して終わりか、軽く済むんだぜ。やったもん勝ちじゃねえか。いやー、今日の店はちょろかったな。こんなにうまいもんがタダで食えるなんて、普通に買ってるやつらがバカらしく見えるな。だからやめれねえんだよな。ん？ほら、助けて欲しかったら金出すよ。ほら、ケーニー、ケーニー。やめて、やめてください。こんな最高に楽しいこと、やめるわけねえだろ。世の中、まだまだ捨てたもんじゃないなって思うこともたくさんありますけど、捨てた方がいいゴミみたいな人間もいることもまた確か。私の名前は朝比奈美希。何でも掃除するのが得意なんです。何でもですから、それは物に限らず社会的に消したい人とかも。そのせいか、ハウスクリーニングの会社を営んでいるのに違う相談を持ちかけてくる人も多いですね。ちなみに巷では復讐コンサルなんて呼ばれております。何でも掃除してくれるって噂を聞いたんですが。今回の依頼者は明石修さん。何でも妻の復讐を果たしたいとか。はい、妻を殺した奴に復讐したいんです。奥様が殺されたのですね。お話ししていただけますか。ことの始めは数ヶ月前になります。俺の妻は慈善団体に所属していて毎週活動をしている。はい、温かいお味噌汁です。ああ、いつもありがとう。暑いので気をつけてくださいね。冷えますから毛布もどうぞ。ありがとうございます。活動内容は様々だが、夏冬にかけてはホームレスに関する活動が主だった。ただいま。お帰り。休みの日なのに遅くまでお疲れ様。うん、ありがとう。真冬は一番命に関わる時期だからね、活動も大変になってくるの。せめて家ではゆっくりしてほしいからご飯作っておいたよ。わあ、ありがとう、助かる。ご飯何？寒いから簡単温まるお鍋です。いいね、食べよ食べよ。俺はそんな心優しい妻を愛していたし尊敬していた。そんなある日のことだった。明日なんだけど、そろそろ結婚式のドレス見に行かない？やった、行く行く。じゃあ今日は早めに帰ってくるね。うん、ご飯作って待ってるよ。行ってらっしゃい。行ってきます。この日もマユは笑顔でボランティア活動に出かけた。しかしマユの笑顔を見たのはこれが最後になってしまったのだ。こんにちは、温かいお味噌汁をどうぞ。ふう、これでみんなに行き届いたかな。私ちょっと奥の方見てきますね。ん？あの人はさっき見なかった人かな。こんにちは、今向こうで温かいお味噌汁を提供しています。よかったら召し上がってください。な、慈善団体のものです。温かいお味噌汁いかがですか。俺は慈悲なんて受けねえ。まあそう言わずに皆さん召し上がってますよ。そうやってお前も俺を見下すのか。見下すなんてそんな。会社も家族もどいつもこいつも俺のことを見下しやがって。やめてください、落ち着いて。お前もか、お前もか。見てろよ、お前らも後でこうしてやるからな。くぬ、どうのか、俺の力を見くびってたら俺はまだまだできるんだ。これで家族の元にも帰れるぞ。その後病院から連絡があり、急いでマユの元へ駆けつけた。マユ、救急車が到着した時にはもうすでに手を尽くすこともできませんでした。遺体の損傷が激しいので見ない方がよろしいかと。そんな医者の言葉に聞く耳も持たず、俺は信じたくない一心で顔の布をめくった。思わず
目を背けたくなるほどだった。吐き気、混乱、涙、動悸が激しくなる。とても立ってはいられず、俺はその場に倒れ込み泣き叫んだ。うわその後、警察から経緯を説明された。マユの悲鳴を聞きつけたボランティアの人が駆けつけ、すぐに鉄夫を拘束し救急車を呼んだらしいが、時すでに遅し、鉄夫は駆けつけた警察に現行犯で逮捕された。カナゼ、俺は今から会社に行くんだ。あいつらを見返してやるんだ。そして数ヶ月後、鉄夫の刑が決まる日がやってきた。もちろん望むのは死刑、無期懲役なんて生ぬるい、そう思っていた。被告人に懲役5年を言い渡す。は？想像もしていなかった判決に頭が真っ白になった。なんでだよ、なんでなんだよ。そいつが生きてていいわけねえだろう。マユは死んだんだぞ。その後、弁護士からあれこれと説明を受けた。被告人は精神疾患が認められたため減刑になったとか、そして精神病院にて医療観察という名目で入院させられること、しかしほとんどの患者は退院することなく生涯をそこで過ごすだろうということ、そんなこと俺にはどうでもよかった。マユがいない生活なんて考えられない。マユが死んだのにどうしてあいつは生きているんだ。俺は仕事を辞め、ずっと家にこもるようになってしまった。部屋は散らかり、髪やひげは伸び放題。時間だけがただただ過ぎていくが、マユのことを忘れるなんてできなかった。むしろ恨みや憎しみがより増していった。やっぱりダメだ、このまま生きていても何の価値もない。マユのために俺があいつに復讐してやる。そうして俺はあらゆる復讐サイトや復讐代行を調べ、ここにたどり着いた。もうすぐ結婚式をする予定だったんです。ドレスも一緒に見に行く約束をしていて、それをあいつが全部奪ったんです。あんな優しい妻が死んで、あいつがのうのうと生きているなんて許せません。でも自分で復讐しようにも、あいつが今どこの病院にいるかもわからなくて、お願いします、俺に力を貸してくれませんか。俺に復讐させてください。それはお受けできません。依頼者様の手を汚すことはさせられませんので、私にお任せください。それじゃあダメなんです。あいつの苦しむ顔を見てやらないと、俺が妻の仇を取らないとダメなんです。そう申されましても、お願いします、俺にあいつを殺させてください。おやめください。わかりました、私が止めてもきっとあなた様は単独で行ってしまうでしょうから、そのご依頼お引き受けいたします。ありがとうございます。居場所が分かったよ。丸々精神病院に入院してる。部屋は B の305号室。助かりました、ありがとうございます。報酬はいつも通りに。はいはい。優秀な助手に鉄夫の居場所を突き止めてもらい、私はその精神病院に清掃業者として潜入しました。そしてそこで鉄夫の姿を目撃しました。鉄夫さん、おかわりいないですか。あ、そういや、あの女どうなったんだ。あの女、俺を惨めな目で見てきやがった、あの女だよ。あの女のせいで俺はこんなところに閉じ込められてるっていうのに。あ、鉄夫さん落ち着いて暴れないでください。あのクソ女の泣き叫ぶ顔ってる。ああいう人を見下してるようなやつは大嫌いだ。俺は会社に行かなきゃいけないんだからな。鉄夫さん、クソ、あんなやつにマユは早くあいつを殺してやりたい。あなたのその悔しさと恨み、すっきりさせましょう。さて、あの腐敗臭漂うゴミをどうクリーニングしましょうか。では本当によろしいのですね。はい、もう覚悟はとっくにできています。やつは強力な睡眠薬で眠らせてあります。では計画通りにご分を。食堂にて火災が発生しました。
スタッフの指示に従って速やかに避難してください。1階と2階はお願いします。私は3階を見てきます。3階の患者は全て避難完了しました。私たちも早く避難を。はい。うるさいな。なんだお前の最後のファンファーレだよ。なんだお前、誰だ。お前が殺したマユの夫だよ。裁判所以来だな。マユ、俺が殺した。は？何言ってんだ。やっとやっと俺の願いが叶うんだ。はぁ、わけわかんねえこと言いやがって。そこどけよ。おい、何しやがんだ。どけよ。おい、誰か来いよ。無駄だよ。俺とお前以外もう誰もいない。さあ、お前にも思い知らせてやり。何すんだ。どけ。まだだ。眉の痛みはこんなもんじゃない。あ、眉の苦しみはこんなもんじゃない。やった、やったぞ。眉の仇を取ったんだ。眉、見てるか。お前の仇を取ったぞ。こうして俺はやっと眉の復讐を果たすことができた。きっと眉は喜んではいないだろう。むしろ怒られるかもしれない。なんてことをしたんだって。でもこれでよかったんだ。その後、騒ぎに紛れて病院から抜け出し、その足で警察署へ自首しに行った。帰り血を浴びたままの俺を見て驚いていたが、すぐに話を聞いてもらい、その場で逮捕されることになった。その説はお世話になりました。こちらの生活はあまり良いものではありませんが、あのまま腐っていくくらいならこれで良かったんだと思っています。後悔はしていません。本当にありがとうございました。今回は思いもよらないご提案でしたので残念な結果になってしまいましたが、依頼主様が満足していただけているようで何よりです。これからもクリーンな人生を歩まれることを祈っております。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。